バシリー・セラフィモビチ・シナイスキーは、ロシアの指揮者、ピアニスト。バシリー・シナイスキーとも表記される。レニングラード音楽院にて、イリアムーシンに指揮法を指示し、モスクワフィルハーモニー管弦楽団で、キリル・コンドラシンの助手として、指揮活動に入った。1973年に、西ベルリンのカラヤイコンクールで、金メダルを受賞した。 1991年から1996年までモスクワフィルハーモニー還元楽団の主席指揮者に就任した。また、ラトビア公共楽団の主席指揮者やオランダフィルハーモニー還元楽団の主席客演指揮者にも就任している。ロシア国立公共楽団の音楽監督にも任命され2002年まで在任した。1996年から BBC フィルハーモニックの主席客演指揮者を務め、定期的にプロムスにも参加している。ボリショイ劇場の主席客演指揮者も務めたことがある。ウェールズナショナルオペラとは、チャイコフスキーの歌劇、イオランタを、たびたび上演しており、また、ムゼンスク軍のマクベス夫人の公演も指揮した。近年は、イングリッシュナショナルオペラで、カルメンやバラノキシの公演を指揮して、 高い評価を勝ち得ている。録音では、シャンドスレコーズと契約して、BBC フィルハーモニックを指揮し、バラキレフやリアードフ、シュレーカー、シマノフスキ、シチェドリンの作品を取り上げており、また、ショスタコービチの映画音楽シリーズという企画にも取り組んでいる。2007年1月から2011年まで、丸目交響楽団の主席指揮者、 2010年から2013年までボリショイ劇場の音楽監督を務めた。ありがとうございます。